ラパヌイ、別名イースター島へようこそ。ここは広大な太平洋にある小さな島で、チリの海岸から3540キロも離れており、有名なモアイ像で知られています。この場所は世界で最も神秘的な文字体系の一つ、ロンゴロンゴの故郷でもあります。それは27個の小さな木製板に残されており、歴史家たちは長い間その歴史について議論してきました。今ようやく真実が明かされるかもしれません。人間がこの島に初めて足を踏み入れたのは12世紀のことでした。何年もの間この島はラパヌイ人の故郷でした。彼らは太平洋で孤立して生活していましたが、1720年代にヨーロッパ人が大量の問題とともに上陸し、ごく一部の先住民だけが生き残ることができました。19世紀後半、宣教師のユージン・エイローが島を訪れ、複雑な記号が彫られた木製の板を発見しました。彼はそれらの素晴らしさを称えただけでなく、島には何百もの板が存在し、全ての家庭で見られると述べました。残念ながら全てが現在に残されたわけではなく、私たちが手に入れたのは27点のみです。一部は激しく風化し、焼けるなどの損傷を受けています。現在この板は世界中の美術館や個人コレクションに散らばっています。ヨーロッパ人は一部の板をタヒチに運び、そこからヨーロッパに運んだため、イースター島には何も残されませんでした。4枚の神聖な板はローマの集会所に残され、最近になって発見されました。長きにわたり歴史家たちはこの文章体系が島民によって作られたものなのか、ヨーロッパ人から借りたものなのか議論してきました。そこで真実を突き止めるため、放射性炭素年代測定と呼ばれる技術が使われたのです。全ての有機物、例えば木や木炭などは炭素14と呼ばれる微量の放射性炭素を含んでいます。生命が終わると物体は炭素14の取り込みをやめ、残っていた分が時間とともに減衰していきます。サンプル中の炭素14の残量を測定することで、どれくらい古いものかを推定することができます。これが多くの化石や遺物の年齢を調べる方法です。彼らはいくつかのロンゴロンゴ版の年齢を調査しました。そのうち3つは18世紀または19世紀に成長した木から作られており、ヨーロッパ人の到着と一致します。しかしヨーロッパ人が初めて島を訪れた時期より古いものもありました。ラパヌイ人がこの文字体系を作り出したと考えられる理由が2つあります。まずロンゴロンゴはヨーロッパ言語とは違うルールを持ち、解読はかなり難しいタスクです。英語と違い、この言語は400以上のユニークな記号でできており、他のどの文字体系にも似ていません。この言語を解読する試みは何度も行われましたが、成功したものは一つもありません。そして2つ目、板の一つは15世紀頃のものとされ、これはヨーロッパ人が訪れる前の時代です。しかし放射性炭素年代測定は板に使われた木の伐採時期を教えてくれるものであり、文字が書かれた時代までは教えてくれないのです。そしてサンプルはたった一つの板だけであり、これだけで作られた時期について確信することはできません。そもそも切った木を200年以上どこかに保存し、ある日突然何かを書くためだけに用いるなんてことがあるでしょうか。しかし人類学者や歴史家たちはそれも可能だと言っています。木材資源の不足によって古い流木を再利用したと考えれば、文字が書かれた時期が伐採から何世紀も後になることもあり得るのです。これは考古学では古い木の問題として知られています。さらにこの板は非常に保存状態が良く、木材を傷める虫や湿気などから守られていました。だからこそ何世紀にもわたり残ってきたのです。何が書かれているかは不明ですが、おそらくラパヌイ族にとって重要なものだったのでしょう。これら全ては推測に過ぎませんが、科学者たちは慎重かつ楽観的です。彼らはロンゴロンゴがシュメール人やエジプト人のような独立して発明された初期体系の一つだと信じています。しかしより多くの証拠が必要です。ラパヌイ語でロゴロゴは暗唱する、演説するという意味です。全ての人がこの文字を書けたわけではなく、選ばれた少数だけが可能でした。おそらくイースター島のエリート、主に男性を中心にこの言葉を理解し読むことができたのでしょう。植民地化の後、彼らは誰も生き残ることができず、それが原因で我々は今頭を悩ませています。学者たちはそれがどの種類の文字か合意できておらず、これが彼らの言語であったかすら確認できていません。たとえそれが彼らの言語だったとしても、その字が原始的な形式の書き方なのか、確
完全に発展したシステムなのかわからないままです。1990年代、言語学者のスティーブン・ロジャー・フィッシャーは自身が論語論語の構造を解読したかもしれないと考えました。彼はこの板は宇宙創生論を伝えていると言います。宇宙創生論は宇宙がどのように創造され、自然現象がどのように生じたかを説明する物語です。それらはしばしば東ポリネシアのような古代の伝統と文化から来ています。板には世界がどのように始まり、全てのものがどこから来たのか、星や山といった自然がどう形成されたのかなどが書かれていたかもしれません。これならエリートだけがその文字を書けた理由も説明できます。フィッシャーは論語論語が表意文字と組成文字の仕組みを混ぜたものだと考えました。つまり一部の記号は話し言葉を、他の記号はアイデアや概念を表現するというものです。しかし解読するのは非常に困難でしょう。なぜならそれには広大な記憶と文脈の理解が必要だからです。これらの記号は完全な表現というよりはヒントに近いものです。しかし言語の専門家たちは彼の考えに異議を唱え、彼が理論を組み立てた方法に問題があると述べました。残念ながらフィッシャーはこの仮説を証明することができませんでした。ひょっとするとこれはただの絵かもしれません。板には人々や動物、植物、幾何学的な形などを認識できるものがいくつか見受けられます。そこには鳥もいて、うち一つはラパヌイの人々が髪まけまけと関連付ける軍艦鳥のように見えます。その他魚やムカデのように見える文字もあります。これらは単なる芸術や装飾の形かもしれませんが、いくつかの問題があります。この文字には高度な複雑さと構造が示され、同じスタイルが保たれています。例えば手を上げた人間のようなものを示すいくつかのシンボルがあります。唯一の違いは頭部が異なることです。それだけでなく、このユニークな書き方はブーストロフェドンというシステムを使用しています。これは行が交互に上下逆さになることを意味し、他のどこにも見られない形をしています。なぜ行ごとにタブレットを逆さにするのかは分かっていません。全てが示すのは彼らがこの記号の背後に何らかのシステムと秩序を持っていたということです。さらに彼らはこれらの板を毎日実用的に使用していたようです。しかし未来には希望があります。 AI や他のプログラムのような新技術は失われた言語を理解するのに役立つかもしれません。すでにボイニッチ思考のような謎を解明するのに役立つアルゴリズムが作られ始めています。学者たちは2020年のベスビオチャレンジで古代ヘラクレアヌムの巻物の謎を解明しました。巻物は79年のベスビオ火山の大噴火で火山泥に埋まってしまいました。これらの巻物は非常に壊れやすいため、解読は非常に困難となるでしょう。しかしデジタルスキャニングと機械学習を用いることで、その作業はずっと楽になります。巻物は豊かな歴史を持っています。おそらくエピクロス派の哲学者フィロデモスの個人図書館に所属していたと思われ、ギリシャ哲学とラテン文学に関する非常パタゴニアのラグーンには非常に珍しい小さな生物のグループが存在しています。これは初期生命の形態の一種。2人の科学者ブライアンとマリアがパタゴニアのある地域を調査するまで、この生命形態は知られていませんでした。パタゴニアはアルゼンチンのほぼ半分にまたがり、ごく少数の人々が住んでいます。住民は主に川沿いに居住し、ほとんどがリンゴや洋梨、アルファルファなどを育てる農民や羊飼い、かつてはテウェルチェ族などのインディアン部族が住む荒野で、遠く離れた場所でした。今回の動画では人類が登場するずっと前に現れた生命体の軌跡を追い、ブライアンとマリアが発見した興味深い微生物をより詳しく見ていきましょう。二人は荒れた荒野を9時間も運転し続け、やっとその目的地に到着しました。二人は住民が35人という小さな村に滞在。ここではほとんど雨が降らないので、住民はたった一つの湖に頼って生活しています。村で過ごす最後の夜、ブライアンは自分が撮影した衛星画像を見て、わずか 16km 先にラグーンが映っていることに気づきます。次の日、2人は車に乗り込み、車では走れなくなるまで道路を進みました。車で進めなくなると、残りの道のりが徒歩で続きます。強烈な日差しに対応するため、水を運びながら歩かなければならず、きつかったそうです。複数の場所で膝が潮の泥に沈み込みながらも歩き続けた結果、完全に澄んだ水がある12のラグーンを発見。
その場所には強い酸性で塩分濃度の高い水と強烈な直射日光以外はほぼ何もありません。しかしこれは大昔の地球の環境要因のようで、まるで時間を遡るような旅でした。ブライアンがラグーンを調査したところ、驚いたことに珍しい微生物が多数発見されました。この微生物は顕微鏡なしでは見えないほど小さいのですが、集まって大きなグループを形成します。過去、例えばシアノバクテリアのような多くの珍しい種が存在していました。これらは酸素を生成したため、当時かなり重要でした。地球の初期段階において大気中に酸素はあまりなかったからです。最初のストロマトライトは必ずしも酸素を生成しない様々な種類のバクテリアで形成されていたかもしれません。ただ平穏に生存していたのです。層を形成し、少しでも日光を浴びるためにどんどん上の層が積み重なっていきました。砂や粘性のある液体を利用し集まっていたようです。ブライアンはそれが今まで見た中で最も大きな生きたストロマトライトだったため、非常に驚いたようです。生きたストロマトライトは通常高さが1メートル以上に成長します。しかし新たに見つかったものは幅5メートル、高さは数メートルと、他の場所に生息するものに比べて巨大。そして化石化したものはさらに巨大でした。その昔、これを食べたり傷つけたりできる種があまりいなかったため、今よりも大きく成長することができたのです。また現在ではストロマトライト以上に早く巨大に成長する生物が他に多く存在するため、生息地がそれらに占有されます。そのためストロマトライトは他の生命がほとんど生存できない希少な場所、例えば標高3650メートル以上で塩分濃度が非常に高いラグーンのような場所でしか生き残ることができません。このような場所がプーナデアタカマにあります。そこで見つかったストロマトライトは特に有名。というのも、それが地球史上初の生命の一例かもしれないからです。しかし実際、これは地球史上初の生命形態ではありません。その化石は最も古いもので35億年前のものですが、他の証拠からは地球上の生命は約41億年前に出現したと分かっているからです。もしかしたらその頃にも一部のストロマトライトが生息していたかもしれません。しかしその後の地球は大きく変化し、それが生息していた可能性のある場所は残っていません。これは一見大したことではないように見えるかもしれません。これまでに見たことのないような珍奇な生物が発見されたわけではないですからね。しかしこのようなことが宇宙のどこかで生命を探す時に起こるかもしれません。火星の研究者はこの場所にたびたび訪れます。なぜならここでの風景は大昔の火星の姿に似ている可能性があるからです。もし火星の古代岩石に化石が隠されていたなら、このストロマトライトに似ているかもしれません。他にもかなりの僻地で地球の秘密が明かされた例があります。それは氷の下に古代の失われた世界が見つかった南極。南極は昔から孤立した凍えるような雪と氷の大地ではありませんでした。かつて南極は現在の南アメリカ、アフリカ、オーストラリア、アラビア半島、インドア大陸とともにゴンドワナ超大陸を形成していました。しかしある時点で南極は分裂し独り立ちしています。他の大陸も移動し始め、その結果海岸線が形成されました。しかし当時の南極は多くの点で異なっていました。そこは生命があふれる森林と川に満ちた地だったようです。科学者たちはレーダーや衛星を使って氷の下に隠された不思議な世界を探索。この古代の土地はインド洋に近く、アメリカのメリーランド州やベルギーと同じくらいの面積だったようです。その存在は1400万年以上に遡ります。一部の研究によればこの地域は3400万年以上前に形成され、南極が極寒の地となる遥か以前のことでした。当初その気温は高かった可能性があり、パタゴニアの天候やタスマニア、ニュージーランドの寒帯雨林のようなものだったかもしれません。もしかしたらそれ以上に熱帯のようだったかもしれません。しかし気候が寒冷化し始めると、川に近い丘に小さな氷河が形成し始めました。氷がそれらを覆うと谷はさらに深くなります。そして気温がさらに低下し、巨大な氷の層が大陸全体を包み古い氷河を隠したのです。
この失われた世界は一部で氷の厚さ約 3.2km に達する前、遥か昔に川によって形成されました。この地域を科学的に研究したところ、かつては高地と山々が多かったことが判明しています。南極に形成された氷がこの地域全体を非常に寒冷にし、風化することもできないほどでした。つまり何百万年もの間、全ての氷の下で手つかずのまま何も変わらずにとどまっていたということです。面白いのは、私たちはこの氷で覆われた土地について火星表面よりも知らないということ。これをさらに調査する方法の一つが、この氷の層を掘り、下にある堆積物のサンプルをチェックするという方法。このような調査で氷の下に凍結した古代の植物や動物についてわかるかもしれません。これは新しい方法ではなく、同様の手法がグリーンランドで200万年前のサンプルを収集するために用いられています。オーストラリアにも秘密の世界が存在します。大陸北部で見つかった約16億年前の岩石に隠された古代の生物が発見されました。この微生物は真核生物の一種。現存する真核生物には植物。私が人生で一番興奮した発見は、古いジャンパーに入っていた10ドル札でしょうか。でも中には数世紀前の地下都市を発見したり、偶然の発明で億万長者になった強運の持ち主もいます。ベルクロは日課である森の散歩中に偶然生まれ、ケロッグのコーンフレークが誕生したきっかけは欠けた歯。プレイドーも潰れそうな会社を偶然救ってくれました。1998年、電気技師であるジョン・ウィリアムズは地面から飛び出た電気プラグのようなものを見つけました。掘ってみたところ、それが小さな岩にくっついていることが分かりました。それが見つかったのは北アメリカのど田舎。都市部からはほど遠く、工業団地、空港、工場、電気系の工場からも遠く離れた場所でした。この電子機器を組み込んだ硬い花崗岩はエニグマリスというニックネームが付けられ、50万ドルの価格が付けられました。一部の科学者は、ウィリアムズが主張するような宇宙人が残した記念品ではなく、大掛かりないたずらだと確信しています。しかし、この石の発見者は、これが本物の古代技術の一部、例えば電気コネクタのようなものだということを証明したいと考えました。これが偽物でなければ、この小さな発見は、大昔の人類、あるいは文明化、私たちが考えていたよりもはるかに進んでいた証拠になり得ます。19世紀に人間が発明するよりはるか以前に電気を伝達する方法を知っていたのかもしれません。発見者は科学者たちに石を割ることなくこれが何かを調査してほしいと提案したのですが、そのような調査をしてくれる人はいませんでした。ウィリアムズがエンジニアと地質学者に尋ねたところ、電子部品に接着剤の痕跡がないことが確認されています。またこれは溶接もされていないため、岩石と同じくらい古いはず。つまり地質学的な分析によれば約10万年前のものだと考えられます。ジョン・ケロッグ博士は健康的な生活を哲学としていました。つまり運動習慣、マッサージ、水分をたっぷり補給し、悪い習慣を避け、カフェインの摂取を控える、肉も避けるといったものです。19世紀の終わりに彼はミシガン州の健康機関を引き継ぎました。さて、彼は小麦粉、オート麦、コーンミールを混ぜ合わせています。全粒穀物を高温で焼くことで胃によく健康的だと考えました。彼はこれらを混ぜて2度焼き、まずクッキーを作ったのですが、それを食べた患者の歯が欠けてしまったのです。そのため彼はそれを小さな欠片に割ることにしました。ケロッグ社のコーンフレークがどのように生まれたかについては様々な説が知られているため、実際の起源を知るのは困難です。ケロッグの妻エラと彼の弟ウィル、また他の家族や療養所のスタッフも自らがコーンフレークの誕生に関わっていると主張しています。会社では1898年のある夜に全てが始まったと伝えられています。小麦ベースのシリアルの生地が長時間放置され、その過程で発酵が進みました。この少しカビた生地を薄く伸ばすと、大きくて薄い完璧なフレークができ、
オーブンで焼くとカリカリで美味しくなったのです。その後数年間、ビルケロックはレシピを改善し続け、よりサクサクで美味しいフレークを作る材料がコーンだと発見します。その後、ケロック社のコーンフレークは数十億ドル規模の企業に成長しました。スイスのエンジニアジョージ・ド・メストラルは、ある日犬を散歩している時に、後に宇宙に飛び立つこととなるコンセプトを変えります。森から帰ってきた時、ド・メストラルは彼のズボンと犬の毛に細かなトゲを持つオナの実がたくさんくっついていることに気づきました。彼が顕微鏡の下でそれを調べてみたところ、衣類や毛皮に引っかかるような小さなフックの形をしていることに気づきました。彼はその自然な技術を再現し、実用的で多用途な超強力留め具をデザインしようと決意。数年間かけて様々な素材を試し、最終的にはナイロンを採用。また適切なサイズ、形状、密度で繊維を織り込むことができる特殊な織り機を設計する必要もありました。で、メストラルは14年もの年月をかけて、フランス語でベルベットとフックを合わせたベルクロを世界に送り出します。彼はこの発明が衣類に使われているファスナーの代わりになると考えていたのですが、ファッション界には安っぽく魅力的には映らなかったようです。しかし、そうは考えなかった NASA は1960年代宇宙飛行士の宇宙服やヘルメットにベルクロを採用。現在では靴やおもちゃ、航空機の座席クッションまで様々な用途で使われています。20世紀の中頃までほとんどの家は石炭で暖を取っていました。しかし、家中がすすでまみれ、特に壁紙は目立って汚れました。クトル社は壁紙クリーナーの販売の最大手だったのですが、50年代多くの人々がガス、石油、電気製品を使うようになると、すす汚れはもう問題にはならなくなります。クトル社のオーナーは何とか商売を立て直そうと考えていました。その一方で、彼の義理の姉が壁紙クリーナーがクリスマスのデコレーションに使えることをたまたま読んだのです。彼女は幼稚園の先生なのですが、子供たちにとって粘土は扱いづらいものでした。そこで彼女がこの製品を作って、いろんな形を作ってみたところ、うまくいったのです。彼女はその発見を親戚に話し、プレイドーという商品名も提案。これが倒産数年のクトル社の絶好の新ビジネスとなったのです。やがてデパートのメイシーズとマーシャルフィールドがこの新しいおもちゃに興味を持ち、販売を開始。プレイドーは当初白色しか売られていませんでしたが、すぐに赤、青、黄色も展開していきます。元のレシピにはいくつかの変更が加えられましたが、素材は主に壁紙の清掃に使用されていた当時のものと変わりません。ちなみに、今までに作ったプレイドーすべてをファンファクトリープレイセットに通すと、地球を300回巻きつける蛇ができるという都市伝説があります。あるトルコの男性が自宅の改装中にハンマーで地下室の壁を壊しました。すると、その壁の後ろには古代の地下都市に続くトンネルが出てきたのです。そのトンネルは別のトンネルへと続き、広間や部屋へとつながっていました。実はこれ、地下18階建ての複合的な建築で、すでに誰も住んでおらず、何年も前に完全に放棄された地下都市だったのです。これは数千年前に建てられ、最大2万人が住むことができたデリンクユという地下都市。これを建築した者は非常に高い技量を持っていたことがわかります。というのも、柔らかい岩にトンネルを掘るのは比較的容易ですが、崩壊する大きなリスクが伴うからです。デリンクユの床は一度も崩壊したことはありません。この都市は1万5千以上のシャフトを持つ複雑な通風システムを備えています。上層部には最高の換気設備があり。コステロをご紹介しましょう。彼はブラジルリーフタコ。でもコステロは普通のタコではありません。科学者たちは彼が悪夢を見ているのではないかと疑い始めたんです。なぜなら、彼は寝ている間に色を変えたり、激しい動きをする、水を吐き出したり、さらにはインクを放出することもあったからです。そこでしばらくの間、コステロの研究が決まりました。
彼の睡眠中の行動はストレスと恐怖によるものと似ていました。研究から彼は時々不気味な鮮明な夢を見ている可能性が浮上したのです。たった一匹のタコですが、これらの可愛い海中生物は知能が高く、時には人間のような行動を示すことで知られているので、彼らも私たちのように夢を見る可能性が十分にあります。コステロの場合、フロリダキーズ沖での厳しい時期の記憶に悩まされているかもしれません。不運なコステロは過去に捕獲される前、捕食者によって触手を1本失いました。もしかしたらそれが彼の夢に出てきているのかもしれません。この発見が証明されれば、動物と人間の知性と意識の捉え方が変わるかもしれないのです。植物が実は話せるんです。まあ一説ではありますが、科学者たちは植物がストレスを感じると超音波のクリック音を発することを発見したのです。トマトやタバコの植物が窮地に陥ったと想像してみてください。彼らはプチプチを割るような音を立てていますが、私たちに聞こえるには高すぎる音です。これらは超音波信号と呼ばれ、それはストレスを示している可能性があるのです。それはつまり植物が互いにコミュニケーションを取ることができることを意味し、ストレスを感じている植物は過剰反応したように振る舞い、周囲に問題を知らせようとしているということです。彼らは1時間に約30から50回のポップ音やクリック音を立てています。穏やかで健康な植物はそれほど多くありません。植物は会話するだけでなく独自の言語も持っています。植物が水不足状態だったり、茎が切られたことによるストレスを感じている場合、またはその他に何かがある場合には異なる音を発します。さらに非常に過剰反応な植物もあり、脱水症状の兆候が見える前にそれに近づいていることを知ると警告音を鳴らし始めるものもいます。これがなぜ起こるのかは解明されていません。もしかしたらそれはキャビテーションという現象に関連しているかもしれません。これは植物の水道管で空気の泡が踊ることを意味します。この交響曲を奏でる植物にはトウモロコシ、小麦、ブドウ、さらにはサボテンが含まれます。これは農業における大発見になるはず。なぜなら我々は作物が乾いているかどうかを確認するためにこれを利用することができるかもしれないからです。つまり我々は今後は植物に耳を傾け、秘密の言語を解読することになるはずです。普遍的なニュースの時間です。最近の研究で私たちが宇宙の年齢だと信じていたことが違った可能性が出てきています。過去数十年の研究成果では宇宙は約137億年前のものであるとされていました。しかし新しい研究によるとその年齢はほぼ2倍、つまり267億年前にも達するかもしれないとされています。公式の数字はまだ証明されていないので解明されていないままです。科学者たちはビッグバンからの時間を使って宇宙の年齢を測定していましたが、いくつかの星は捉えどころがなく、宇宙自体よりも古く見えることがありました。例えばメトシェラという古代の星は約140億年前のものと推定されており、それは私たちの宇宙よりも古いことになります。さらにジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡がビッグバンから数億年後に非常に成熟した姿の銀河を捉えました。これらの事実は天文学者たちにとって新たな謎を提起しています。しかしこの新しい仮説は膨張する宇宙理論と疲れた光モデルと呼ばれるものを組み合わせています。これは光が宇宙の距離を横切る際にエネルギーを失うと提案しており、これを膨張する宇宙理論と組み合わせるとバン、宇宙が拡大するにつれて光はエネルギーを失うため、私たちは非常に遠く離れた場所にある超古代の星々を見ることができません。これが私たちの世界の年齢を計算する際に誤りを犯す可能性がある理由です。新しいモデルによると、銀河が形成され始めた時期もさらに遡ることが示唆されています。ウェッブ望遠鏡によって観測された初期の銀河は、当初考えられていたよりもはるかに長い時間をかけて形成されたとされています。この研究は科学界において大きな動揺を引き起こしています。もしこんなに大きな計算ミスが起こっているとしたら、基本的な天体物理学の原則を見直さなければならないでしょう。それは大きな飛躍であり、ほとんど全てを大幅に変更する必要が出てくるでしょう。だからこそ私たちはそれについて非常に慎重でなければならず、科学者たちがこの新理論を研究している間、私たちは結果を待つしかないのです。
これらは宇宙に関する唯一のことには限りません。新しい AI 技術はすでに科学研究で積極的に使用されています。今回 AI は地球外生命の兆候を探すのに役立っています。 SETI 地球外知的生命体探査の研究者たちは宇宙のノイズをより早くより効率的にふるいにかけるための機械学習アルゴリズムを開発しました。電波望遠鏡を星に向けることは、さまざまな信号が入り混じる天体のラジオ局にチューニングするようなものです。パルサーや電波銀河から地球起源の干渉まで、あらゆるものを捉えます。もちろんこの混乱の中から、地球外生命体からの可能性のある信号を特定するのは非常に困難です。60年以上にわたり、科学者たちはこの作業を全て手作業で行ってきました。空をスキャンし、無数の星や無線周波数を探索するのは、とても骨の折れる作業でした。しかし今では AI が出てきたのです。アルゴリズムは、携帯電話や電子機器からの基地の干渉パターンを認識して区別するように訓練されています。これらは宇宙データの中で基地のパターンから逸脱するもの、つまり星草の山の中から針を探すのに役立っています。そしてすでにいくつか画期的な成果が出ていて、基地のパターンに当てはまらない8つの信号を捉えています。それらが地球外生命体と確認されたわけではありませんが、将来の研究に大きな可能性があることを示しています。今度は動物に話題を戻して、さらには自然の地球を訪れます。想像してみてください。現代のカメが小さなおもちゃのように見えるほど巨大なカメたちを、最近科学者たちはこれらの巨大なカメの化石化された遺骸を発見しました。それは約8000万年前から7000万年前のヨーロッパの海域を泳いでいた海生巨大生物です。その発見は偶然でした。スペイン北部をハイキングしていた人がピレネー山脈の近くでこの生き物の破片を見つけたんです。このカメはサイほどの大きさで、長さは約4メートルもありました。想像してみてください。この生き物は平均的な車のサイズもあったのです。それは絶滅前は特大サイズが一般的であったことを示しています。私たちが知っているカメは小さくともかなりの大きさがありますが、古代の海は巨大なカメが貝類やクラゲを食べており、それであふれかえっていたのです。この発見は巨大なカメが北アメリカにのみ存在していたという考えもできます。このカメの存在は巨大な爬虫類がヨーロッパの海域にもいたことを証明するため、これは氷山の一角に過ぎないかもしれません。そして最後に、 NASA のジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡が発見した重要なもの、宇宙で大事な要素となる炭素化合物の検出について話しましょう。メチルカチオンと呼ばれる小さな分子は些細なものに見えるかもしれませんが、星間有機化学の秘密を解き明かす手助けになるかもしれません。炭素は非常に重要です。炭素分子は星から惑星、そして私たち自身まで全てを構築する基本的な材料です。生命のための重要な成分であり、科学者たちはそれが地球上の私たちの存在をどのように形成してきたのか、そして宇宙の他の場所でも同じことができるのかを解明しようと熱心です。またメチルカチオンは複雑な炭素ベースの分子の生成に非常に重要な役割を果たしています。なので非常に遠い場所にあったメチルカチオンを発見できたということはとてもすごいことなのです。 NASA の科学者たちは若い星系で見つけました。この星系は私たちから約1350光年離れたオリオン星雲の中にあります。このシステムの星は私たちの太陽よりも小さく少し弱いですが、近くの熱くて若い大質量の星から強烈な紫外線を浴びています。そんな強力な UV 放射が複雑な有機分子を破壊するかもと思われるかもしれません。でも研究チームは実際にはこれらの炭素化合物の形成を促進するかもしれないと考えています。もしかするとより強力な星やその狂気じみた放射レベルが実際には生命のエネルギー源として機能しているのかもしれません。それによって化学的連鎖反応が引き起こされ、複雑な炭素物質、例えば植物や動物などが生まれるのです。またしても新たなパズルのピースを見つけた気分ですね。数年前、エジプトで恐ろしい発見がありました。聞いてみませんか？16本の人間の手が4つの不気味な穴に慎重に埋められていました。
異常に大きいため最初は分かりませんでしたが、確かに人間の手でした。奇妙なことに左手はなく右手だけだったのです。これは古代の暗い儀式の一環であることが判明しました。古代エジプトのアートと物語では、戦士が敵の右手を勝利の証として差し出し、代わりに金を求める儀式が語られています。エジプト人は来世を信じていたので、誰かの手を切り落とすことはその人の力を永遠に奪うことを意味しました。このような敗北を保証することは勝者にとって興味深いものでした。この戦いはエジプト人と、かつてカナンとして知られていた地域の住人ヒクソスとのものでした。エジプトは常に歴史を変える発見の中心であり、しばらく前にこのパピルスが発見されました。これを広げると超高層ビルの高さよりも少し大きくなります。ただしそれは世界で最も小さな超高層ビルのことで、それはテキサス州ウィチタフォールズにあります。人間がメモアプリを使っていなかった頃、人々はパピルス植物の髄から作られたものに書いていました。約2000年前、古代エジプト人は彼らの葬儀の伝統と来世のビジョンについて記した書物に似たものを書き残しました。これは古代エジプトの最も重要な文献の一つとされており、今日でも書店で販売されています。この古代の写本はサッカラにあるジョセルのピラミッドのすぐ南に位置する部屋から発見されました。そうです、ほとんどの人が考えるギザのピラミッドではなく、ジョセルのピラミッドがエジプト最古のピラミッドです。最近サッカラの遺跡でエジプトでも最古の完全なミイラの一つを発見したとみられる考古学者たちが興奮に包まれていました。彼らはこの美しく保存状態のいいミイラが裕福な男性のものであったと信じています。彼は深いシャフトで発見され、金箔の層で覆われていました。彼が重要で裕福な人物であったことを示す多くのシンボルがあります。頭に巻いていたバンド、胸につけていたブレスレット、そしてエジプトの最上級の人々のために用意されたチュニックでミイラにされていることです。この発見で最も興奮する部分は、古代エジプト人が4300年前に残したままの状態でモルタルで封印された安置所を発見したことでした。少し変に聞こえるかもしれませんが、2008年に考古学者たちは失われたピラミッドを発見しました。それは4000年の間に劣化したために失われましたが、現在基礎部分だけを見ることができます。古代には非常に重要な場所でした。このピラミッドの周辺で古代人は高位の僧侶が神聖な牛のミイラ化された遺体を運ぶ特別な儀式を行っていたと言われています。面白い事実を紹介します。古代エジプト人はアピス牛を神メンフィスの地上の化身であり、豊穣の儀式に関わっていると信じていました。しかしアピス牛なら何でもいいわけではありません。全身が黒く、角の間に白い斑点があるなど多くの特徴を持つ必要がありました。彼らは地元の司祭によって選ばれ、亡くなるまで崇められた後ミイラにされ、地下の廊下に埋葬されました。この失われたピラミッドは1800年代頃に姿を消しました。最初にこのピラミッドを発見したのはドイツの考古学者で、サッカラの村で見つけました。彼が初めてそれを見つけた時、それを首なしピラミッドと呼びました。しかしその公式発見から数年後、砂漠の砂が全体を覆ってしまいました。19世紀から20世紀の間にいくつかの発掘が行われましたが、それらはあまり体系的ではありませんでした。そのため科学者たちはピラミッドを覆っていた8メートルの砂の丘を取り除き、ピラミッドの基部全体を掘り当てた時、とても興奮しました。そしてアメリカの考古学者がエジプトの墓地を発掘しており、そこには100万人以上のミイラが含まれる可能性があることが分かりました。これまで考古学者は約1700体のミイラを発掘しました。古典的なエジプトのミイラとの主な違いは、これらの人々が王やファラオではなかったことです。彼らはおそらく約1500年前にエジプトがローマ帝国とビザンティン帝国に支配されていた時代の一般市民です。この墓地の名前はかっこいいですね。水牛の道。次の旅行でチェックしてみてください。ブルとバッファロー以外に古代エジプト人はヒヒも好んでいました。パターンが見えましたか？20世紀初頭、考古学者たちは猿の谷と呼ばれる場所でミイラ化されたヒヒを多く含む遺跡を発見しました。動物がミイラ化されるのはそれが重要だと考えられたからです。一部の動物は特定の神々に結びついており、他の動物よりも重要視されていました。ジャッカルは死後の世界の古代神アヌビスに関連付けられていました。
そして猫は女性の神バステトに例えられました。ヒヒはかなり重要な存在でした。彼らは知恵の神ラーの助言者であるトートに結びつけられると考えられていたからです。内側を調査した考古学者たちはあまりハッピーではありませんでした。彼らはこれらのヒヒが内側に閉じ込められほとんど日光を浴びることができなかったと考えています。極度のビタミン D 欠乏症で十分に餌をもらっていませんでした。トートがヒヒの飼育者たちに怒ったのかもしれませんね。ただの推測ですが、エジプトの考古学者にとって退屈な日はなく、彼らは金の舌を持つ人間のミイラも発見しました。古代エジプト人は来世を重視していたため、金の舌があれば死後に言葉を話せるようになると信じていました。まあ一か八かですが、試す価値はあるかもしれません。ミイラの中にはネックレス、陶器、ハスの花、スカラベの形をした金の工芸品などとともに木製の棺に収められたものもありました。 iPhone も冗談です。エジプトで最近新しい神殿も発掘されました。科学者たちはそれがゼウス・カシオスを称えるために捧げられたものだと考えています。この神は全能のギリシャの空の神ゼウスとカシオスさんが混ざった神です。エジプトシナイ半島での発掘作業中、考古学者たちは地面に突き出した2本のピンク色の花崗岩の柱を発見しました。ビンゴ。彼らはこれらの柱が神殿の正門を象徴しており、かなり前の地震で倒壊したと信じています。神々といえば超真面目な神だけではありませんでした。最近カイロの南の都市で科学者たちが金の指輪を発掘しました。残念、魔法のものではありません。普通の金の指輪ですが、楽しみの神ベスの描写が施されていました。この神はしばしば聖なる文書で幸せでぽっちゃりした小人として書かれています。今日多くのタトゥーは何の意味もなくファッション目的だけで入れられています。しかし古代エジプトでは女性が出産の保護の印としてタトゥーを入れたようです。少なくとも科学者たちはそう考えています。ナイル地域周辺で科学者たちは非常によく保存されたタトゥーを持つミイラをいくつか発見しました。皮膚は非常に簡単に劣化するため、これは稀なことです。これらの女性のうち2人は背中にタトゥーを彫っており、絵柄はシンプルでした。主に絵が描かれ、先ほど話したずんぐりした小人ベスも含まれます。彼は出産の際に女性を守る役割も担っていました。古代エジプト人がロボットを発明したと言ったら信じますか？いいえ、それは完全な事実ではないからでしょうか。確かに彼らは天文学者、数学者、そして技術者でしたが、どういうわけか奇抜な発明も含まれていました。一部の科学者がハトルと呼ぶ自動化された神です。この木製の彫像はメトロポリタン美術館に何年も展示されていましたが、その秘密に気づいたのは誰かが X 線装置を使った後でした。専門家たちは内部に機械仕掛けの操作システムがあることを発見しました。滑車のような軸は彫像の肩から左足へと伸びています。システムが回転すると彫像の手が上下します。ねえ、私を選んで。ここで手を挙げてるよ。1961年2月、カリフォルニア州オランチャ近郊、冒険好きな岩石愛好家の3人がジオードを探していました。彼らは珍しい外見の岩石を一つ持ち帰り調査。岩石を切り開いてみると、中からは予想外のものが出てきました。これは一般的な鉱物とは違い、内部に磁気のような円筒形の物体があったのです。その中心には金属製のシャフトがあり、その周りには銅と正体が不明な物質でできた六角形の鞘がありました。発見者たちは50万年前の未知の技術でも発見したのではないかと興奮します。もしかしたらアトランティスのような超古代文明が実在した証拠だったり、あるいはタイムトラベルが実際にできる証拠だったりして、もしかすると未来から誰かがタイムトラベルして偶然これを落としたのだったら、あるいは地球を訪れた地球外の知的生命体が持ってきたのかも。もしこのような説が本当であれば、私たちが知っている人類史が大きく書き換えられることとなります。しかし全ての人がそのように興奮していたわけではありません。真実を追求する人々やオルタナティブ考古学を支持する人々は1990年代後半までいわゆるコソの点火プラグの謎を解明しようと議論を重ねます。その後、会議論者たちがその発見物の画像と X 線写真を撮り、点火プラグの収集家たちに見せてみました。
するとそれは腐食した1920年代の金属部品でできた点火プラグであると特定されました。古代の技術ではなかったのです。約20年後、異物の共同発見者の一人がワシントン大学で検査することに同意。そこで正式にそれが1920年代のチャンピオン製点火プラグであることが確認されました。またこれが埋まっていた石はジオードではなくコンクリーションでした。コンクリーションは自然の過程で数十年から数年単位で形成され、数千年かかることはありません。コ素加工物は大パーツ、つまりありえない場所に存在する加工物の良い例です。これは疑似考古学において見られるもので、論理的には存在すべきではない場所や時代に発見されます。大パーツは発見された時代にしては先進的すぎるとされます。また人間の存在が考えられない時代に人間の活動があったことを示すこともあります。バグダッド電池も大パーツの一例。これは1930年代にドイツの考古学者によって発見されました。この電池は粘土の壺、銅の筒、そして壺の線を貫通する鉄の棒で構成されています。上部は破損しており、おそらくアスファルトで封じられていたと考えられます。発見者はこの中に異なる2種の金属とおそらく電解質が含まれていることを発見。これらは電池の重要な構成要素です。古代の文献からはこの理論を支える証拠はありませんが、科学者たちが酢やワインのようなイオン性溶液でそれらを満たす実験をしてみたとき、電気を通すことが示されました。本当に2000年前の電池であったとしたら、古代の医療実践で使用されていたか、または人々を感心させるために像に埋め込まれて音を立てるように見せられていた可能性があります。ケーニヒが発見したこの装置は、金属をコーティングするための電気メッキに使用されていたと考えられています。バグダッドの加工物が電池として使用されたとしても、これが生み出すエネルギーはわずかで、わずか約1ボルト。そのため、これが聖なる巻物を保管する容器として使用されたと考える人も多いです。1930年代、ある夫婦がテキサス州ロンドンのレッドクリークを散歩中、奇妙なものを見つけました。それは古代の岩層のように見える中から突き出ている木片。約10年後、その秘密を解き明かしたいと考えた息子が岩を割ってみると、中から驚くほど現代的なハンマーが見つかりました。この発見は、若い地球説を信奉するカール・バウシの注意を引きます。彼はこのハンマーが埋まっていた岩石は白亜紀にまで遡ると主張しました。彼はこれが進化論に対する証拠と考えます。しかし調査の結果、岩石が見た目ほど古くないことが証明されました。時とともに地質学的な自然の過程で現代のハンマーが包み込まれたのです。ということはこれは一部の人々が望んでいたようなフリントストーンのように恐竜と人間が共存した証拠ではありませんでした。これは数世紀前に甲府が落としたハンマーが自然の過程で埋められた単純な現象に過ぎませんでした。中国の考古学者が大きな楕円形の頭を持つ小さな生き物の墓地と思われる洞窟を偶然発見したと言われています。この意外とともに円形のヘルメットをかぶった人物、太陽、月、地球、星が描かれた岩のアートがあり、それはエンドウ豆台の点でつながれていました。また螺旋状の溝が刻まれた700枚以上の不思議な石の円盤も発見されています。この円盤は中国の教授に送られ、事態はさらに興味深くなります。この教授がこの溝は実は文字が書かれたものだと主張。彼が解読したところによると、円盤には約1万2000年前に宇宙船が地球に墜落し、地元の人に捕らえられるまでに人類に紛れて暮らしていたドロパの訪問者の物語が記されているとされています。しかしこのような出来事が実際に起こったという具体的な証拠はありません。この物語は1960年代当初複数の記事で公開されましたが、どれもどこかうさんくささがありました。関与した人々、考古学者、教授、彼らが勤めていたとされる大学ですら何の記録の痕跡も残していないのです。またチベットにドロプカと呼ばれる民族が存在しますが、彼らは劣気とした人間で地球外からの訪問者ではありません。そもそもドロパストーンが実際に存在したという確固たる証拠は全くありません。
中国の人里離れた地域にはバイゴンパイプとして知られる奇妙な環状のものが存在します。1996年ある地元の探検家がバイゴン山や近くのトソン湖の岸辺から突き出ているパイプを発見。一部の人々はそれが古代の地球外惑星からの訪問者の仕業だと考えました。パイプの材料を調査した結果、ほとんどが一般的な鉱物だったのですが、 8% を占めたのは謎の未知の物質。専門的な調査結果、このパイプは人類が存在する前からそこにあったことが明らかになりました。後に中国の地質学者が現場を訪れ、このパイプは時の経過とともに自然に形成されたと提案。地質構造の亀裂に堆積物が積もったり、緑豊かだった地域にでき、化石化した木の根だったという説もありますが、確実ではありません。メキシコには発音が難しい名前の神秘的なテラコッタの頭があります。これは1930年代埋葬の発掘中に発見されました。この頭はローマの像にとても似ており、なぜメキシコにあったのかははっきりしません。何らかの理由で発見者は何十年もの間これを秘密にしていました。この頭部はメキシコシティから約 64km 離れた3階建てのピラミッドで発見されました。ここには金、銅、陶器も一緒にあったということです。この頭部が本当に何世紀も前のものであるならば、ローマ人や他の文明がコロンブスがやってきた前にメソアメリカに到達していた可能性があると考える人もいます。また船が難破した後、一部の遺物や生存者が上陸したという漂流説も存在します。この像の頭部はバイキングが持ち込んだお土産だったと提唱する人もいます。しかしバイキングがメソアメリカの人々と会った確固たる考古学的証拠はありません。いくつかの遺物が存在していますが、つい最近エジプトの考古学者たちはカイロ近郊で驚くべき発見をしました。ドラムロールをお願いします。何が見つかったかというと、エジプトで発見された中で最も古く最も完全なミイラ。これがずっと包まれたまま隠れてたんです。この4300年前のミイラはエジプト旧王朝時代に遡るジェゼル王のピラミッドの墓群近くで発見されました。このミイラは何層もの金箔で覆われていました。また古代エジプトの役人に属する墓や秘密の番人と呼ばれる特別な儀式を行う力を持っていた人物の墓も発見されています。もう一つ興味深い墓は作家のもので、その地域で発見された最大の像が特徴的。12以上のピラミッドと休息の地もありました。おそらく世界で最も有名なミイラの一つはハトシェプストのものでしょう。彼女は約20年間エジプトを統治し、数々の印象的な建築物を建て、新たな交易路を開拓しました。しかし考古学者ハワード・カーターが王家の谷で彼女の墓を発見した時、その石棺は空っぽだったんです。しかしカーターは別の墓で2つの棺を発見しています。そのうちの1つはハトシェプストの乳母のもので、もう1つは身元不明の女性のものでした。2006年、その謎の女性が女王自身であるかどうかを調査するため専門家チームを結成。ハトシェプストの名前が記された木箱の中から臼歯を発見し、ミイラの口の中の隙間と比較したところ、完全に一致しています。ラムセス2世も有名な支配者でしたが、歴史に名を残したのは彼のミイラの方でした。ラムセスはエジプトで最も強力なファラオと考えられており、彼の治世は69年間にも及んでいます。また彼は90歳を超える長寿を全うしました。彼の生きた時代を考えると驚異的です。ラムセス2世は100人以上の子孫を持っていたと言われています。なんという大家族。彼の亡くなった当初、彼の遺体は王家の谷に埋葬されましたが、何人かのコソ泥がその墓を盗もうと試みました。しかし当時の役人はそれを許さず、彼の遺体を安全に保つため秘密の場所に移送されています。1800年代に遡ると、ラムセス2世のミイラが他の支配者や重要な役人たちと共に発見されました。しかしそれも最良の状態ではなく、考古学者たちはパリへ移動させて適切な処置を施すことにしました。ただし彼をただ他国へ移送するわけにはいきません。唯一の解決策はラムセス2世に自身のパスポートを発行すること。
彼の職業は王と記載され、その書類には彼の写真まで添付されていたんです。ミイラの肌は保湿されているとは言い難いですよね。しかし、あるアジア人、タイ夫人のミイラの肌は例外です。この裕福な女性は古代の時代の人物で、1971年に豪華な墓で発見され、ミイラとしては素晴らしい外見を保っていました。彼女の墓の特別な条件、つまり湿度や酸素不足などのおかげで、彼女の遺体はほぼ完璧な状態で保存されていたんです。彼女の肌は柔らかく、髪は整っており、まだ柔軟性がありました。彼女のミイラが展示されている博物館では、彼女と共に埋葬された食器や楽器などの豪華な遺品も多数展示されています。考古学者たちがミイラをさらに調査したところ、彼女が約50歳で心臓発作で亡くなったことも発見されました。亡くなったのは約2000年以上前ですが、今でもなお歴史を作っています。1991年、アルプスでエッツィと呼ばれるアイスマンのミイラが発見されました。保存状態が非常に良かったため、オーストラリア当局は当初、現在の登壇家のミイラだと考えていたのですが、実際は同期時代の人物だったのです。彼が発見されたのは海抜3050メートルを超える山岳地帯。彼のミイラを研究することで、同期時代のヨーロッパ生活について多くのことが分かっています。例えば、アイスマンは中央ヨーロッパの出身で、肉を好んで食べたことが分かっています。また彼は関節炎、頸動脈狭窄および腸の問題に悩まされていました。そしておそらく針治療や薬草を使ってこれらの症状を治療していたと考えられます。どうやら彼は道具を使うのが得意だったようで、予期せぬ死の数日前にも道具を解いていたようです。彼がトラブルを予想していたのか、それともただ日常的な作業をしていたのかは誰にも分かりません。ミイラが有名になったのはおそらくツタンカーメン王のおかげでしょう。このファラオは19歳の若さで亡くなり、それから3000年以上が経過しましたが、彼のミイラは今でも世界で最も有名なものの一つです。1922年に彼の墓が開かれた時、多くの他の王族の墓とは違い無傷だったため、人々は興奮しました。その中には純金で作られた棺を含み、豪華な棺が見つかっています。ツタンカーメンの墓のおかげで、古代エジプトの歴史を垣間見れただけでなく、彼のミイラは彼が生きた時代について多くを教えてくれました。 DNA 分析で彼の両親が特定され、歩行困難だったかもしれない稀な骨の障害をファラオが持っていたことも明らかにされました。ジンジャーはおそらく最も面白いミイラの一つ。彼は5000年前からタイムトラベルをしてきたかのように、今でも金髪と完璧に保存された爪でかっこいい状態が保たれています。ジンジャーはエジプトで発見され、最も古いミイラ化された体だと考えられています。人々がミイラ化を知る前に、彼らは体を熱く乾燥した砂の浅い墓に置いていました。砂が全ての水を吸収するため、細菌は繁殖できず、遺体は自然に保存されたのです。科学者たちはジンジャーの保存が意図的だったのかどうかは確信を持てていませんが、彼が複数の陶器の容器と共に埋葬されていたことから、彼を埋葬した人はこの保存技術を熟知していた可能性が高いと思われます。ジンジャーを直接見てみたければ、現在大英博物館で見ることができますよ。あるオランダの美術品収集家がアジアから彫像を購入したところ、奇妙な発見がされています。なんとその彫像の中にミイラが隠されていたのです。残念ながらその遺体は移動するにはあまりにも脆かったため、そこに残すしかありませんでした。一番の驚きは、このミイラが1000年以上前のもので、彫像に収められる200年前から展示されていたということです。科学者たちが CT スキャンを行ったところ、ミイラには文字が書かれた紙が詰まっていることが分かりました。専門家は、彼が自己ミイラ化と呼ばれる行為を行ったのではないかと考えています。これは体を細菌に対して耐性を持たせるための特別な食事とお茶を含む非常に厳しいプロセスです。この儀式を行うことができた人はほんの一握りで、それを成し遂げた人は尊敬の的でした。ネフェルティティほど科学者や歴史家を困惑させたエジプトの女王は他にいません。彼女の像に基づくと、彼女は細い首、大きな目、そして高い頬骨で知られていました。彼女の名前の意味は若い方の貴婦人、その名にふさわしいと言えますね。
ネフェルティティはファラオではありませんでしたが、かなり強い印象を残しています。文献によると、彼女は妻であり女王として非常に影響力のある立場にありました。権力を持っていたため尊敬もされてはいましたが、生涯にわたって多くの敵もいたようです。また彼女はツタンカーメンとは生物学的な関係はなく、彼のママ母でした。これまでのところ地元の人々は彼女のミイラを特定できていませんが、それが間もなく変わるかもしれません。王家の谷で墓の発掘作業を行う地元のエジプト学者が、ネフェルティティと彼女の息子、なんと地球にある大陸は7つではなくもっとあるようです。失われた大陸アルゴランドは、地球が将来どう見えるのかを理解するのに役立つかもしれません。その大陸がどのようにして失われ、どのような秘密を持つのかを知りたければ、ぜひ動画の続きをご覧ください。地球の謎に興味はありますか？科学者は1億年以上も前に消滅した大陸を探しています。地球の歴史は常に探索されているので、わざわざ記事にするほどでもありません。これが海の中央に存在した小さな島だったのではないかと思ったら大間違いです。なぜならこの大陸はかつてはアメリカ全土に匹敵するほどの大きさだったのですから。現代のオーストラリアの大部分が消えてしまったのかどうか、地質学者たちは長い間疑問に思っていました。一部の学者はそれが海底のどこかに隠れているのだと信じていたようです。しかしオランダの専門家が7年間調査した結果、この失われた大陸の断片が東南アジアの豊かなジャングルの下にあることが今では分かっています。現代の地理の教科書で見る大陸はパズルのピースが散らばったようなものです。確かめてみたかったらいい方法があります。まずインターネットで世界地図を見つけて印刷します。すべての大陸を切り取っていろいろ試してみてください。すべてがぴったり合わさりますから。多分一番びっくりするのは、南米大陸がアフリカ大陸にぴったりフィットすることではないでしょうか。過去2億年に形成された海をすべて埋めてみると、大陸は巨大な C 文字のように見えてきます。この C が超大陸、パンゲア。それはパンタラッサと呼ばれる海に浮かんでおり、 C の内側にはテティスと呼ばれる小さな海もあったということです。この小さな海がさらに興味深いんです。この失われた大陸はジュラ紀においてはアルゴランドと呼ばれるようになりました。オーストラリアに穴を残して消え去り、現在ではアルゴ深海平原として知られています。地質学者たちはこれが沈み込みと呼ばれる過程で生じたものだと当初考えていました。沈み込みとは、地球のプレートの一部が別のプレートの下に潜り込んで最終的に消失し、再び地球のマントルになる過程のことです。通常大陸の消滅は剥ぎ取りを通じて追跡できます。例えばインドがどうやって東アジアに衝突し壮大なヒマラヤ山脈が生まれたかを知る手がかりとなりました。しかしアルゴランドについてはもう少し複雑で、ミャンマーやインドネシアでアルゴランドの鉱石が見つかっているのです。しかしその痕跡は時間を旅する遺物のように、アルゴランドがオーストラリアから分離したとされる時期よりもずっと古いものだと考えられます。これはすぐに疑問を呈しました。一つの大陸がこれほど奇妙な振る舞いをするのなら、他にいくつの大陸が同様の振る舞いをしているのだろうかと。幸い科学者たちは今アルゴランドのタイムライン全体をまとめ、その謎を解明しました。アルゴランドは沈んだり消えたりしたのではありません。それは島々を意味するアルゴペラゴとなり、バラバラにマイクロ大陸となり、オーストラリアから分離していったのです。このマイクロ大陸は東南アジアのジャングルに定住する前に少し旅をしました。この発見はパンギアのパズル全体にぴったりと収まります。一つの発見から大陸がどう分裂し結合するのか、よりよく理解することができました。これがかつて生物多様性と気候がどのようだったのかを明らかにします。
ところで、歴史、文明、または生活にまつわるいろんなトリビアを知りたければ、動画を高評価してチャンネル登録もよろしくお願いします。例えばインドネシアにある動物の分布を示す架空の境界線の謎、これはウォーレス線と呼ばれ、イギリスの探検家アルフレッド・ラッセル・ウォーレスにちなんで名付けられました。150年以上前、ウォーレスはマレー群島を巡る旅の途中、何千もの島を訪れています。その時彼はこの架空の境界線の片側の動物は反対側の動物と大きく異なることに気づきます。この架空の線は例えば有袋類とトラ、蜜水とトロゴンほどはっきり分かれていたのです。しかし現在は約3500万年前にオーストラリアが南極大陸から切り離され、アジアと衝突したことが分かっています。そしてこの大陸間の三角関係は大きな変化を引き起こしました。それはただ土地の見た目を変えただけでなく、ウォレス線の両サイドに生息する動物の種も混乱させています。最近一部の専門家は大陸の衝突と気候の混乱のおかげでアジアの生物種がマレー諸島で快適に生息できたという研究を発表しています。一方オーストラリアの動物たちは新しい環境があまり好きではなかったようです。一部の動物にとってはあまりにも暑すぎ、かつ湿度も高すぎ、また一部の動物は熱帯の島の生活環境に適応できませんでした。大陸がアジアへ移動したというこの発見は、説明がつかなかったある人種に関する最近の発見を説明してくれるかもしれません。実はフィリピンの隠れた洞窟で考古学者たちは新たな人の祖先を見つけたのです。約5万年前、ルソン島には古代の人類のような種が存在していました。主任研究者はこの発見がアジアでの人類の進化を理解するのに重要だと考えています。この新種の人類は島の名前を取ってホモ・ルゾネンシスと名付けられました。ここで少し混乱が起こります。考古学者たちが発見した骨格には一つ小さな問題がありました。その骨格には他の原人では見られなかった特徴が混ざり合っていたのです。私たちと似たより小さな歯を持っていましたが、手と足は古代のヒューマノイドの祖先のようでした。特にその交代した足がこの人類を遥か昔の南方の土地と結びつけています。彼らはアウストラロピテクス、アフリカヌスのような原始的な外見を持っていたのです。しかしこの2種は時間と進化によって200万から300万年間離れているはず。ホモ・ルゾネンシスは本当に新種なのかと多くの専門家が疑問に思いました。みんなが納得してはいません。しかしこれは大陸が絶えず移動することが生物にも影響を与えていることの説明となるかもしれません。私たちの一生の間に大陸の変化があまりなかったからといって大陸が今後も永遠にこうであるとは言えません。大きな超大陸が進化してきた大陸はおそらく将来再び同様の位置に戻るでしょう。ところでヨーロッパの大学の地質学者が超大陸の未来を予測しようとしました。彼はまず1755年にポルトガルで発生し、プレートが通常とは異なる動きを見せた地震を参照しました。何年にもわたる研究の後、彼は2016年にある理論を提唱しています。彼はプレート間の縫合部が緩み始め、より大きな分裂が起こるかもしれないと考えました。ちょうど自動車のフロントガラスに開いた2つの穴と穴を境にガラスが割れるようなものです。これが起こるとプレートの沈み込み帯が地中海からアイルランドを越えて伸び、その地域に火山、地震、新たな山脈ができる可能性があります。その理論通りであれば大西洋も太平洋もなくなり、一つの大きな海洋が生まれるでしょう。そして今日私たちが知っている7つの大陸の代わりに新たな超大陸が誕生します。彼はこの超大陸をオーリカ大陸と命名。なぜならその中心にオーストラリアとアメリカが存在するからです。
起こりうるシナリオは他にもあります。ノボパンギア大陸も一つの可能性です。予測は容易で、大西洋は存続しますが太平洋が消滅、アメージア大陸ができる可能性もあります。こちらのシナリオでは北極海が消滅し、大西洋と太平洋は存続します。すべては北極を中心に北へと移動しますが、南極大陸だけは例外です。最後のシナリオはパンゲアウルティマと呼ばれ、大西洋での拡大が遅くなり、新しい沈み込みプレートがアメリカの東海岸に出現します。どちらにせよ、もし将来再び全ての大陸が衝突するとしたら、なかなか過酷な体験となるでしょう。約2億5000万年後の環境は、蒸し暑く湿度の高いポリ袋に閉じ込められたような感じになるはずです。奇妙なことに、この袋、つまり沿岸地域が地球上で最も適した生活環境となるでしょう。内陸は火のついた砂漠のように暑くなるはずです。今知られている多くの動物の種は絶滅するかもしれません。人間には暑さを耐え抜くためにクリエイティビティが求められるでしょう。しかし感謝すべきですよ。さまざまな面白い理論を試すために、このようなデジタルモデルが使えるのですから。例えばこの超大陸がどう潮流を乱すのかというように、未来の宇宙旅行を考慮に入れると、このモデルは太陽系の外にある太陽系外惑星の気候を理解するのに役立つことになるかもしれません。2014年に 67P という彗星でフィラエという着陸機が繰り広げた壮絶な旅の話を聞いたことがありますか？当時問題なく着陸すると予想されていたのですが、装置の一部が発火せず事態は急変。フィラエはゴムボールのように表面から弾かれてしまいました。まるでアニメで見たような場面でした。幸運にもフィラエは地球に信号を送り返すことができ、まだ動作していることが確認されましたが、その着地点は誰も知る由がありませんでした。そしてそれは約2年間もの間謎に包まれていたんです。するとその後、近くの探査機から届いたフィラエの新しい画像によって、この探査機が雲のような足を空中に向けて 67P の割れ目に挟まっていることが分かりました。事態はどんどんと面白くなっていきます。この嬉しい知らせは、科学者たちがフィラエの2回目のタッチダウン地点を発見し、 67P の表面についてさらに詳しく学ぶきっかけを作りました。フィラエが表面に衝突した際、 67P の表面に約 25.4 センチ、ホコリや残骸の層を削り取り、彗星の氷がある内部を露出させました。その氷はとても輝いていたので、チームはフィラエの衝突から約2年経った後に撮影した画像からさえもそれを見ることができたんです。まるで水泳の深淵に隠された秘宝を発掘したかのようでした。それだけではありません。この衝突のタイミングにより、科学者たちは彗星 67P の内部がどの程度柔らかいかを計算することを可能にしました。フィラエ内の磁力計から得たデータを分析することで、彼らは2度目のタッチダウンの直前に大きなスパイクを確認しました。このスパイクは約3秒間持続し、チームは彗星の内部が親切くらいに柔らかいという結論に至りました。想像してみてください。カプチーノの泡よりもふわふわとした岩がある彗星を。今や惑星科学者たちは彗星の物理的特性をよりよく理解しているため、将来のミッションをより確実に計画することができます。そしてここが面白いところ。アンビジョンと名付けられた未来プロジェクトの目標は、初めて彗星の内部から液体窒素で保存したサンプルを地球に戻すこと。フィラエの着地はスムーズな着陸は果たさなかったものの、私たちには驚きと奇妙な宇宙の冒険を届ける結果となりました。彗星について言えば、おそらく彗星の世界での主役はハレー彗星です。周期的な彗星であり、
地球を約75年ごとに訪れるため、人生で最大2回この彗星を見るチャンスがある計算になります。最後に接近したのは1986年で、次に戻ってくるのは2061年です。この彗星は英国の天文学者エドモンド・ハレーの名前から付けられました。彼は1531年、1607年、そして1682年に現れた3つの彗星が同一のものであることに気づいたのです。彼は1758年に再び彗星が戻ってくることを予測し、彼が生きてそれを見ることは叶わずじまいだったものの、その彗星には彼の名前が付けられました。ハレー彗星は最初紀元前239年に目撃され、古代アジアの天文学者たちはその通過を記録していました。当時彗星は大災害や変化の前触れと信じられていましたが、今日はもっと現実的に理解されています。1900年、作家のマーク・トウェインは、彼が1835年のハレー彗星と共に来たと冗談で言い、さらにハレー彗星と共にこの世を去ると述べました。そしてその言葉通り、彼は1910年の彗星が最も接近した翌日に亡くなりました。すごい予言。1997年にはヘールボップ彗星も注目を集めました。この彗星は非常に明るく、特に北半球では裸眼でも約1年半これを目視することができました。実際のところハレー彗星の1000倍も明るかったのです。さらにシカゴのようなライトで明るくなっている地域でも、その青と白の尾を確認することができたほどでした。ヘールボップ彗星はニューメキシコのアラン・ヘールとアリゾナのトーマス・ボップによって発見されました。彼らが空を見上げていたところ、突然以前はそこになかったぼんやりとした物体を見つけたのです。これについては天文学者たちも興奮を隠しきれないほどでした。彼らはこの彗星が接近するのを研究するために望遠鏡を用い、 NASA はさらに詳しい観察のためハッブル宇宙望遠鏡を使用しました。ヘールボップ彗星の核は非常に巨大で、直径は30から40キロメートルもあり、大量の霧が噴出していました。ヘールボップ彗星について話すと、同年1997年にハンセン兄弟によるポップソングウンバップは世界的にヒットしました。これには関連性があるんでしょうか。それはまた別の機会に話すとして、5000年前に別の彗星が太陽の近くを通過し、ユーラシアおよび北アフリカの文明に壮観な光景を残しました。残念ながらこの神秘的な訪問はどの歴史的記録にも記録されておらずでしたが、科学者たちはこれを解明するための狡猾な方法を知っていました。彗星アトラス、または C2019Y4 をご存知でしょうか。これは2020年に初登場しましたが、残念なことにアトラスは氷の断片で分裂してそれっきりでした。しかし NASA のハッブル宇宙望遠鏡を使用した新たな研究により、科学者たちはアトラスが5000年前の古代の彗星の破片であったことを発見したんです。まるで長年会えなかった家族の再会のよう。彗星の家族は珍しくなく、最も有名な例の一つは1994年にピースメールで木星に落ちたシューメーカーレビー旧彗星です。しかしアトラスには少しおかしな点が。それは太陽から遠いところで分裂しましたが、これは太陽に最も接近した時に分裂するはずだったということなので、それが奇妙な点に。では5000年前の通過をどうやって逃れたのでしょうか。その破片の破壊を調査することで、科学者たちは親彗星がどのようにして形成されたのかをより詳しく知ることができます。そして彼らはアトラスの一部が数日で崩壊した一方、別の部分は数週間持続したことを発見しました。これは核の一部が他の部分よりも強かったことを示しています。しかしなぜそれが分裂したかについてはまだ解明されていません。予測ゲームをするなら、これは遠心力によるものかもしれませんし、超揮発性の氷が花火のように吹き飛ばしたせいかもしれません。しかし
一つ確かに言えることは、アトラスの生き残った兄弟は50世紀まで戻らないということです。私たちはそれまで他の星が輝く美しい夜空を鑑賞するしかないんです。次の面白い話はマウイ島の天文学者たちについてです。ある夜、彼らはリラックスしながら望遠鏡で星を眺めていましたが、突然変わったものを見つけました。それは彗星でしたが、ただの彗星ではありませんでした。この彗星は超高速で移動し、非常に奇妙な形をしていました。これはとても奇妙で、それが惑星外部からの宇宙船かもしれないと思わせるほどでした。彼らはそれをオームアムアと名付けました。これはハワイ語で遠くから最初に到着する使者を意味します。さて、あなたはきっと彼らは宇宙の新しい文明を見つけたって思っているでしょう。正確にはそうとは言えないんですが、彼らはかなりの発見をしたのは確かです。彗星が私たちの太陽系を通過するとき、通常は表面の塵と太陽の重力の影響で離脱時に加速するのですが、オームアムアは表面に塵がないほど小さかったため、他の彗星と同じような輝くハローを持っていませんでした。ではオームアムアが加速した原因は何だったのでしょうか。その一つの可能性は変わった効果によるもので、アステロイドのような小さな物体が太陽からの光子を吸収し、それらを駆動力を持つ噴煙として再放射するというものでした。しかしこれだけではオームアムアの加速理由を説明することはできませんでした。この予測によって窒素、一酸化炭素、または分子水素による推進が可能な3つの要素が残されました。これはつまりどういうことでしょう。理論の一つとしては、オームアムアは水素と酸素からなる水分に富んでいたということです。一部の人々はこの彗星が私たちの太陽系に入る前に、いわゆる飛翔星の状態の氷に水が凍ったと考えています。この種の氷は多孔性であり、ポケットが点在しています。まるで私のジーンズのようにね。この理論によれば、宇宙放射線が水分子中の一部の水素を離脱させ、微小な燃料タンクに燃料を集めるように最高に集まったとされています。オームアムアが内部太陽系に入ると、おそらく氷が結晶状態に変換するほど十分に温まったと予測されます。これによって穴が満タンになり、彗星から水素を強制的に出す結果に。これが加速を説明する一つとなっています。この理論が正しいなら、宇宙人というものは存在せず、そこにあるのはただただ素晴らしい科学だけとなります。アロハー。あなたは15歳の少年、趣味はビデオゲーム。しかしその日、あなたはなんとなくゲームではなくマヤの都市を探してみることにしました。確か聞いた話によれば、古代マヤ文明は星座に基づいて町を築いていたはず。それが本当かどうかを確かめるのです。マヤ文明に伝わる星座を本で調べ、 Google マップを開き、マヤの都市を一つ一つ調べていきました。すると確かに町の位置は星座の場所に一致していたのです。そして最も大きなマヤ文明の都市は星座の中でひときわ輝く星の位置にあったのでした。面白くなってきましたね。さて、100ばかりあるマヤの都市のマッピングを済ませたところで、あなたは面白いことに気づきました。メキシコのユカタン半島では古代マヤ文明の都市が2つ発見されています。しかし星座上、この場所には星が3つあるはずなのです。これはひょっとしてもう一つの都市が未だ見つかっていないということなのではないでしょうか。という話、荒唐無稽だと思いますか。この話はなんと実は、実際にこのことを発見したカナダ人の少年ウィリアム・ガドゥーリーは天才と称され、この星座理論についての賞を受賞したのです。23個目の星座から3つ目の都市が消えていることに気づいた彼は、衛星写真を求めてインターネット上を探しました。 NASA、JAXA、Google Earth といった写真を調べても確たる答えは出てきません。そこで彼はカナダ宇宙庁に勤める友人にコンタクトを取り、彼の答えにつながる衛星写真を手に入れることに成功しました。
写真上のメキシコとベリーズの国境上には開けた土地があり、そこには都市の遺跡らしきものが写っていました。ウィリアムはこの写真をニューブランズウィック州立大学のリモートセンシングの専門家アーマンド・ラロック博士のもとに持ち込み、共にくまなく画像を解析した結果、ここには30棟ほどの建物と大きなピラミッドがある可能性があるという結論に至りました。この15歳の少年の発見によって考古学界は大盛り上がり、遺跡は本当に存在するのでしょうか。失われたマヤ文明の発掘は20世紀中頃から始まりました。それ以来ティカル、パレンケ、ウシュマルといった都市の遺跡が発見されています。マヤ文明は南アメリカ大陸においてコロンビア人が支配する以前の最大勢力でした。彼らがこの地に定住を始めたのは紀元前1500年頃と言われています。マヤ文明はピーク時に40の都市と何百万人もの人口を支えていたと考えられています。当時としては非常に巨大な勢力です。またその都市は非常に興味深い作りで、メキシコのユカタン半島からグアテマラ、ベリーズまでの地域を支配しました。主な産業は農業で、複雑な水路がほとんどの都市から見つかっています。また神殿やピラミッド、広場、ボールゲーム用のコートといった施設も発見されています。マヤ人たちはピラミッドの建設に優れていたと同時に進んだ天文学の知識を持っていました。どのような技術を使ったかまでは分かっていないものの、例えば金星や火星といった惑星の位置、日食の日付などを正確に読み取ることができていたのです。そのためウィリアムが使った手法は全くもって無理筋ではありませんでした。マヤ人たちが優れた天文学者であったのであれば、大規模な建設計画を星にのっとって行ったのも不自然ではありません。またこのような手法で建物を建てた文明はマヤ文明が初めてではありません。エジプト文明のギザの三大ピラミッドもまたオリオン座のベルトと位置関係が相似の関係にあるのです。ウィリアムがマヤ文明の星座を見ようと考えた理由は、マヤ人たちが都市を建てた位置があまりにも不自然だったからでした。チチェン・イツァーやウシュマルといった主要都市は川や大きな水源に接していません。何もない土地のど真ん中だったり、山の頂上といった場所に建てられていたのです。このことは15歳の少年にとっては非常に不思議なことでした。彼はこの位置関係が天文学と何か関係があるのかもしれないと考え、新たに発見された都市を火の口と名付けました。この発見によりウィリアムは表彰状を受け取っています。彼のこの理論は一部の考古学者たちから批判されることになりました。マヤ文明の専門家たちが彼の発見を論破しようとしたのです。中にはあまりにも非科学的だと主張する学派も現れたのだといいます。著名な考古学者で天文学者でもあるアンソニー・アベニーはウィリアムの手法をただの絵空事と一蹴しました。マヤ文明の星座の姿がどのようなものだったかについてははっきりとしたことが分かっていないというのがその理由です。またウィリアムの発見はマヤ学者のデビッド・スチュアートによっても否定されました。衛星写真上に写っていたのは古いトウモロコシ畑だったというのです。デビッドのこの批判は2021年に行われた調査によってもたらされた、この場所には遺跡など存在しなかったという報告によって裏付けられています。それでも15歳の少年がマヤの遺跡を発見しかけたのは疑いもない事実。とてもワクワクする話でしたね。ちなみにウィリアムが使用した手法はそれに近いものが世界中で使われています。例えば宇宙考古学者のサラ・パーキャックは衛星写真が古代エジプトの都市やその他の遺跡の発見に一役買っていることを証言しています。サラ本人もかつて都市が存在していたかもしれない場所の衛星写真の分析にその毎日を費やしています。彼女はこう言います。遺跡はどうなるかというと、埋まってしまった遺跡は植物や土、砂、あるいは近代的な都市の下に隠れてしまうことがあります。そして森の下に何かが隠れているかどうかを調べるために彼女は赤外線技術を使うのです。近年ブラジルであった発見は同様の手法で行われました。衛星写真によって紀元200年から1200年のものとみられる水路のネットワークが発見されたのです。おそらくは6万人ほどの人口を支えていた集落だったのではないかと考えられているのです。しかし衛星写真上で見つけたものが実際に地上に存在するかは直に調べる必要があります。
フロリダ州立大学の研究チームはその場所で土塁と水路、そして地上絵に加え丁寧な装飾が施された壁に囲まれた広場などマヤ文明の建築様式に似た遺跡が発見されているのです。衛星技術の進歩はティカルといったすでに発見されているマヤ文明の都市についても新たな光を当てています。グアテマラの熱帯雨林の真ん中に位置するティカルはマヤ帝国の首都であったと考えられています。その重要度はピークの頃に現在のロンドンやニューヨークに匹敵するものだったと考えられており、町には王の墓と思しきモニュメントが林立しています。それほどの巨大都市と思われていたティカルでしたが、最近の発見によって実はその大きさが従来信じられていた3倍だったことが分かりました。これは町の外れを取り囲むように建てられたであろう防衛施設が発見されたことに由来しています。町はこの位置まで広がっていたであろうということが分かったのです。新発見はさらに続きます。2017年には研究者たちがマヤ文明の人口減少の原因に関する手がかりも発見しています。ティカルから南西 100km に位置するセイバルで発見されたデータをもとに、ここで出土した陶器に放射性炭素分析を行ったところ、マヤ文明の人口は突然減少したのではなく、社会的・政治的な不安から段階的にその勢力を失っていったということが分かりました。これらの知性の乱れによってマヤの都市は荒れ、人口が減少したのです。さあ、なんだか私たちも新しい遺跡を発見したくなってきましたね。皆さんも試してみることにしませんか？ツタンカーメン王の墓は多くの古代エジプトの墓とは異なり、3000年もの間隠されたままで盗賊たちからも守られていました。その一つの理由は墓が平均より小さく、王家の谷と呼ばれる場所に隠れるようにしてあったからです。この辺りはツタンカーメンの墓が偶然見つかる前からすでに重点的に探索されていました。入り口は近くの墓の瓦礫で完全に覆われており、それが墓が隠れるのに一役買ったのでしょう。また墓の外側には文字や印の類は一切ありませんでした。1920年代、ついにハワード・カーターという男性が中に入るまで時間の経過も墓を驚くほど良好な状態に保つ要因となりました。カーターはそれほど立派な英雄だったのでしょうか。最近の研究によると、彼は当初考えられていたよりも怪しい行動をとっていたかもしれません。以前カーターは有名なトレジャーハンターではなく、本物の考古学者だと思われていました。ツタンカーメン以前も彼はエジプトの遺物を見つけるため、常に探求を続けていました。この珍しい遺物に対する興味は、彼が子供の頃にすでに芽生えており、まもなく古代の墓で見つかった彫刻や碑文のスケッチを始めています。ツタンカーメン王の遺骸を発見した後、カーターは10年間を費やして黄金の玉座、戦車、彫像など墓から出土したあらゆる種類の遺物の記録と処理を行いました。それらはナイル川を下ってカイロのエジプト博物館へと運ばれました。少なくともそれが公式の話。しかし最近の発見によると、これらの物品すべてがエジプトの博物館に渡されたようではなさそうなのです。秘密の手紙によると、彼らには10、自分には1との方針でカーターが分配していたのが明らかになったようです。その手紙は1922年に文献学者でありカーターの友人であるアラン・ガーディナー卿宛に送られました。この書簡の中でカーターは墓の発見に言及し、友人にアドバイスを求めていました。また1934年の別の手紙では、ガーディナーは感謝の印として贈られたお守りのことでカーターに感謝を示したようです。カーターはそのお守りがツタンカーメンの墓から来たものではないと断言していましたが、実際は墓から出土したものでした。エジプト博物館のイギリス人館長もカーターの怪しい動きに気づいていましたが、証拠がなく立証できなかったようです。館長がガーディナーが持っていたお守りをツタンカーメンの墓から出た他のお守りと比較したところ完璧に一致。ガーディナーは自らが厄介な状況に置かれたことに困ってカーター宛ての別の手紙で愚痴をこぼしています。友達を選んだガーディナーは有名な考古学者を見捨てることはせず、盗まれた品物をカイロに返すようにカーターに助言しています。彼が今ここにいたらこの動画が気に入って他の面白い歴史系動画を見たければ、ブライトサイドのチャンネル登録を助言するかもしれません、なんて。カーターが墓を発見した後取った行動について怪しい情報は他にもあります。1947年、
この考古学者と共に働いていたアルフレッド・ルーカスという男性がカイロのあまり知られていない雑誌に情報を提供。彼はカーターがこっそりと埋葬室の扉を開けたことを暴露。カーターは何事もなかったかのように後の公式な発掘前に扉を封印し直したと言っています。彼はなぜそのようなことをしたのでしょうか。カーターと彼のチームは古代の宝物を入手するため一足先に墓に入った可能性があるという説があります。彼らが生きている間にそうしたものを売るリスクは犯しませんでしたが、亡くなった後に確実にオークションにかけるように手配しました。しかしカーターは何も認めていません。公式に否定はしていませんが、エジプト政府はこれ以上不可解に遺物がなくなるのを避けるため、しばらくの間カーターが墓に入るのを禁止しています。中にはこの盗みをツタンカーメン王の呪いと結びつける人もいます。もしそれを聞いたことがなければ、ツタンカーメン王の墓が発見された直後、かなり怖い話があったことを知っておくべきです。これはファラオの墓を荒らした者は非常に厄介な不運に見舞われるという呪い。ミイラが暴れ回って攻撃してくるということはありませんが、ツタンカーメンの隠された墓を乱す人は突然謎の最後を遂げるという噂が広がりました。このいわゆる呪いに関連する死の噂で有名なのはジョージ・ハーバート、第5代カーナボン博の死でしょう。彼はイギリスの貴族で墓の探索資金を提供した人物。墓が開かれた後1年も経たずに彼は亡くなっています。彼が謎の死を遂げたと考えたがる人は多いですが、実際ハーバートはカイロに到着した時点ですでにかなり健康状態が悪く、最終的には一般的な病気で亡くなりました。さて統計的に見ていきましょう。この墓を開けるのに関連した人々はたくさんいました。警備員、考古学者、そして支援スタッフです。確かに墓が開けられた直後何人かが死亡しています。物語であればこの呪いが本当なら面白いでしょうが、統計的に見れば墓の開封に多くの人が関われば偶然死亡する人が増えるのは予想されます。古代の呪いの対象とされた人々はその呪文が効き始めるはずだった後も20年以上生きています。ハーバートの娘は1980年代まで生きました。それは半世紀も後のことです。ハワード・カーター自身も1939年まで生きており、これは大発見の16年後です。この呪いの話自体が注意深く計画された PR 戦略に過ぎなかったと考える人もいます。ツタンカーメンの墓が発見された時、ハワード・カーターはなんとか詮索好きな記者たちを遠ざけたいと考えました。そこで彼は王の墓に入る者に呪いがかかるとでっち上げたのかもしれません。ツタンカーメン王の墓からは何が盗まれたのでしょう。まずは宝石。フランスの専門家によると、ハワード・カーター自身が盗んだ可能性もあります。1920年代墓の内部で撮影された古い写真が徹底的に調査されます。その当時の写真と博物館やオークションハウスで見られる物品が比較されたのです。そのようにしてツタンカーメンのいくつかの宝石の所在が分かってきました。まずツタンカーメンの胸にかけられていた首輪、これはバラバラになって一部はカーターを通じてミズーリ州のネルソン・アトキンス美術館に渡りました。一方他の部分はネックレスとなって知らない人の手に渡り、2015年に販売を試みましたが失敗しました。ネルソン・アトキンス美術館もウェブサイトでその情報を肯定しています。それから王冠の一部、それに使用されていたビーズの一部はカーターが盗んだとされています。このビーズはネックレスに編み込まれ、現在はセントルイス美術館に保管されています。また見事な釉薬で作られた豪華な首飾りも遠く離れたニューヨークのメトロポリタン美術館にしばらく置かれていました。幸いこれは10年ほど前にエジプトに返還されました。これも今までの通りカーターによって盗まれたと考えられています。失われた遺物があるにせよ、ツタンカーメン王の墓からは驚くほど多くの物品が発掘され、古代文明についての知識が深まりました。まず有名な埋葬用の仮面を見てみましょう。これは半奇跡とガラスペーストを使用した53センチメートルという大きさの金でできた芸術品。重さは10キログラムで、長いヒゲがある若きファラオがコブラとハゲワシが描かれた王冠を身につけた姿が描かれています。背面にはこれが来世でも同様に使えるように重要な古代エジプトの宗教文書の呪文が記されています。ツタンカーメンはどうやらボードゲームの愛好家でもあったようです。彼の墓からは象牙で作られたものも含む4つのボードゲームが見つかりました。金のサンダルも発掘されましたが、それはおそらく見せるためのもので、快適に履くためのものではなかったと思われます。実際ファラオが生涯それを履いたことはおそらくなかったでしょう。
ファッションアイテムつながりで言うと、ツタンカーメンはかなりおしゃれな王様だったことがわかります。彼の墓からは彼の衣装や宝石を選んだり調整したり保管したりするために使われたと思われるマネキンが見つかっています。また音楽も好きだったようで、彼の墓からは2つのトランペットが発掘されました。この楽器は1939年に BBC の放送で演奏されましたが、あまりにも壊れやすく、現在はもう演奏することはできないとされています。もしストーンヘンジが最も古い石のモニュメントの一つと思っているなら、ギョベクリテペを紹介させてください。トルコへの旅に出て非常に古い人に会わなければなりません。ギョベクリテペは紀元前1万年頃の新石器時代に遡るトルコ南東部の考古学的な遺跡です。最近の時代で発見された最も古く最も重要な考古学的発見の一つとされています。この遺跡は石の柱で作られた一連の円形および長方形の構造物で構成されています。それはまるでストーンヘンジの弟たちのように見えます。その柱のいくつかは動物やその他の象徴の複雑な彫刻で飾られています。あなたは不思議に思うかもしれません。なぜ彼らはこんなに魅力的な建物を作ったのか、その目的は何だったのか。残念ながらその答えは持っていません。遺跡の目的はまだ不明ですが、この地域に住んでいた古代の人々の儀式の中心地であったと考えられています。ギョベクリテペの発見は複雑な社会がこれまで考えられていたよりずっと早く出現した可能性があることを示唆しており、人類文明の発展に関する長年の通説に挑戦しています。荷物をまとめてください。旅は始まったばかりです。次の目的地はマサダです。それはイスラエルにある視界を見下ろす大地の古代要塞です。なんて素晴らしい景色なんでしょう。これは紀元前1世紀に大王ヘロデによって築かれました。これはとても賢く建てられており、要塞内には倉庫、兵舎、宮殿、そして約4万立方メートルの雨水を蓄えられる一連の貯水池など様々な施設がありました。その地に住む人々は1日分の雨水があれば1000人以上が 2,3 年間生存できる水を供給できると信じていました。その要塞へのアクセスは要塞化された門に通じる3つの険しい曲がりくねった道に限られていました。この要塞はローマ人によって都市が捕らえられた後、エルサレムから逃れた人たちによって占拠されました。彼らは数ヶ月間侵略者に抵抗しましたが、最終的に敗北しました。しかし彼らは降伏しませんでした。ハッピーエンドではありませんが、マサダの物語は抵抗と勇気の象徴となっています。今日マサダは人気の観光地であり、ユネスコの世界遺産にも登録されています。次のフライトは短いです。エジプトのカルナック神殿群を見に行きます。これはエジプトのルクソール市に位置する広大な古代エジプトの神殿群です。2000年にわたって建てられ、面積は 0.8 平方キロメートル以上に及びます。この複合施設は神アメン・ラーの崇拝に捧げられ、古代エジプトで最も重要な宗教的中心地の一つでした。カルナック神殿群はアムンの大神殿、コンスの神殿、プタハの神殿など複数の神殿、礼拝堂、その他の建物から成り立っています。プタハ、アムンの大神殿はこの複合施設で最も大きく最も印象的な神殿で、巨大な柱、像、その他の装飾があります。カルナック神殿群の最も有名な特徴の一つはスフィンクス大通りです。入り口からアムンの大神殿に至るまでの長い通りにスフィンクスの像が並んでいます。もう一つの注目すべき特徴は、高さ21メートル超えの134本の柱が立つ巨大な多柱ホールです。カルナック神殿群は人気のある観光地であり、ユネスコ世界遺産になっています。エジプトで最も重要な遺跡の一つとされ、古代エジプトの宗教と文化を垣間見ることができます。おっと、ジョセル王のピラミッドを見るまではエジプトを立つことはできません。別名ステップピラミッドと呼ばれるこの古代エジプト遺跡はサッカラに位置しています。紀元前27世紀、エジプト史上最も重要な人物の一人とされる建築家イムホテプによってファラオ・ジョセルのために建てられました。科学者たちはこのピラミッドが完全に石で作られた最初の壮大な構造物であり、初期のエジプト建築の重要な例であると考えています。このピラミッドは高さ61メートルあり、建物や中庭の複合体に囲まれていました。上に行くほど小さくなる6つの層で構築され、特徴的な階段状の外観を持っています。
ジョセル王の埋葬地として使用されたピラミッドは、多くの重要な役人の墓を含む広大なネクロポリスに囲まれていました。数世紀にわたって何度か改修や増築が行われましたが、その中には元の階段状の構造を覆う石灰岩の外装も含まれています。しかしながらピラミッドの多くは時間とともに破壊され、今日では中心核が残るのみです。それにもかかわらず、この場所は重要な考古学的遺跡であり、エジプトで人気の高い観光地としても知られています。それでは次に進みましょう。あなたが見るべき比較的最近の発見があります。エリコの塔は1950年代と60年代の発掘中に見つかったヨルダン川西岸地域エリコ市にある古代の石の塔です。ギョベクリテペと同様に、この塔も世界で最も古い石の構造物の一つとされており、紀元前約8000年に遡ると考えられています。塔の高さは 8.5 メートル以上あります。内部の塔と外部の塔の2つの主要な部分で構成され、いくつかの階段でつながっています。エリコの塔の目的は完全には明らかではありませんが、防御構造物または監視塔の役割を果たしていたと考えられています。また神聖な泉の近くに位置していたため、宗教的な意義も持っていた可能性があります。エリコの塔は重要な考古学的遺跡であり、人類文明の初期の歴史についての貴重な洞察を提供しています。一般に開放されており、古代史に興味のある観光客に人気の場所です。この古代遺跡はネットフリックスからも注目され、その結果モヘンジョダロを舞台にした映画が制作されました。この遺跡は現在のパキスタンにあったインダス文明の主要な中心地でした。モヘンジョダロは古代の最大都市の一つで、前世紀には約4万人が住んでいたと推定されています。信じてください、当時としては信じられないほどの大都市だったのです。この都市は高度な都市計画で知られており、洗練された排水と衛生設備、印象的な建築物、特に大浴場や穀物庫がありました。モヘンジョダロは紀元前1900年頃に放棄され、1920年代に再発見されました。現在この地はユネスコ世界遺産に登録されており、古代南アジア文明の研究にとって重要な考古学的遺跡です。次は非常に印象的な歴史を持つ小さな国マルタに来ました。ゴゾ島にあるジガンティア寺院は新石器時代の遺跡です。これらは世界で最も古い自立型構造の一つで、紀元前3600年から3200年頃に遡ります。寺院は2つの巨石建造物からなり、それぞれに複数の部屋と祭壇があります。ジュガンティーヤという名前はマルタ語で巨人の塔を意味し、そのような大きな構造物を建てたのは巨人だけだと人々は信じていました。寺院は宗教的な目的で使われていたとされ、戦士建築の重要な例とされています。1980年にユネスコ世界遺産リストに追加されました。かなり疲れているでしょうが、訪れるべき場所がもう一つあります。飛行機はすでにアルメニアに着いていますし、私たちはガルニの神殿まで来ています。見てください、とてもよく保存されています。この神殿は紀元1世紀に遡ります。これはキングティリダテス1世によって太陽神ミフルに捧げるために建てられました。残念ながら神殿は17世紀に地震で破壊されました。この地域ではよくあることですが、20世紀に再建されました。今日ここは人気の観光地であり、ユネスコ世界遺産にも登録されています。あなたは異国のジャングルに隠された黄金の砂時計を探す冒険者、ついに遺物を発見します。それを手にした途端、誰かが叫びました。止まれ警察だ、手を挙げろ。周りを見回すと2人の警官がいます。あなたが砂時計をひっくり返すと、突然できたポータルに落下、時空を超えて移動しました。おいよそ者、動くな、俺たちの寺で何してるんだ。見回すと剣を持った2人組がいます。彼らは古代バビロンの警察。メソポタミアにできた広大な王国は歴史上初めて法律と違反時に課される罰を示しました。この規定はハンムラビ法典と呼ばれ、282の法律が含まれています。この法典は紀元前10世紀頃に石柱に刻まれたもので、家族や社会での行動に関する規則が記されています。現代の法律に概ね似ています。バビロン当局は地元民で構成される特別警察隊を創設しました。彼らの目的は治安を監視し、誰も法を犯さないようにすること。警察隊の活動に関する記録が複数残っています。これには古代の警察が騒々しい宴会を止め、納税を監視し、
泥棒や略奪者を探していたことが記されています。全体的に彼らのしたことは現代の警察のしていることに似ています。彼らは寺院を守り、何も奪われないようにしました。あなたは今彼らの神殿で黄金の砂時計を持っています。砂が降り注ぎ、あなたは別の場所にテレポートします。時は14世紀。あなたはナイジェリアの炎天下の平原に移動しました。背後から誰かが近づいてくる音がします。止まれ、動くな、お前の運命は会議で決まる。イボ族のオコンコの護衛二人が槍を持って歩いてきます。オコンコは貧しい人と裕福な人、老若男女で構成されています。彼らは正義の裁判官で、法律違反する者が出ないようにするのが任務。それぞれの村にはオコンコ隊があり、他人を騙したり傷つけたりした者を厳しく罰しました。オコンコは土地の紛争も解決しています。判決や刑罰を下す前にオコンコは公開の場で話し合います。あなたは彼らの法律に違反していないのですが、彼らの村ではよそ者、あなたを捕まえようとしています。幸い砂時計があなたをその場からテレポートさせてくれました。次にあなたが現れたのは古代エジプトの神殿の中。吠える犬、叫ぶ猿、そして人間の声が聞こえます。お前は誰だ。振り向くとメジャイと呼ばれる古代エジプト中央国の警察がいます。剣を持った経験豊かな男たちが犬や猿と一緒に通りをパトロール中でした。彼らは隣接するヌビア王国の住民です。しかしエジプトの領土が拡大するにつれて、秩序の守護者として奉仕するようになりました。新王国時代、エジプトの神殿神官は警察機能を果たします。彼らが神殿を守り、略奪者が泥棒を捕まえていたのです。誰かが神殿から何かを盗んだ場合、神殿祭司は泥棒を逮捕し、独自の調査を行っていたようです。あなたは姿を消して旅を続けたので、今回は何も調査できませんでしたが、あなたは今、暑いジャングルの中にいます。茂みや木々の間から大きな石造りの建物が見え、川の流れや人々の声が聞こえてきます。隣には大きな農業地帯があり、熱帯雨林の中の近代文明のようにも見えます。しかしここは15世紀南米沿岸のインカ帝国。ここでは警察官は全てを見通すものを意味する特理国と呼ばれています。二人の特理国が通り過ぎましたが、何も教えてくれません。インカ帝国には発達した法制度があり、その場で逮捕することはできませんでした。法律違反で他人を告発する者は、告発される人の階級より上でなければならなかったのです。都市では特理国が最上級の人間で秩序を守り、人口調査のようなことも行っていました。彼らの任務は土地の分配や道路や橋の建設まで多岐にわたります。裁判は全て公開で行われ、重大な違反を犯した者は処罰されました。一方、些細な乱暴狼藉を働いた者は公の場で咎められるのみ。ここでは厳しくも公正な法律のおかげで安心していられそうです。しかし砂時計は動き続け、今度はあなたを古代ギリシャに飛ばしました。運が悪かったですね。というのも、スパルタのクリプテイアがここを仕切っているからです。彼らは幼い頃から決闘の訓練を受け、驚異的な強さと持久力を身につけたタフな男たち。そう、ちょうど映画で見たように。クリプテイアとは隠れたという意味で、この警察は常に用心深く静かに行動し、決定的な一撃を与えます。彼らは鎧や大きな剣は持たず、軽装で鋭いナイフを携帯していました。クリプテイアには秩序を保ち、農民が税金を納め、収穫を分け合うようにする役割もありました。また人々の反乱を鎮圧しています。他の国の警察と違って、クリプテイアは夜に働き、休むのは昼間。今は昼間なので誰にも逮捕されません。でももし夜だったら、スパルタ警察から逃げることはほとんどできなかったでしょう。あなたは公正な司法制度が高く評価されていた古代ユダヤにテレポートしました。各都市には裁判官とその指揮下にある2人の訓練された兵士がいます。彼らはユダのショテリムと呼ばれており、弓術と剣術に優れていました。彼らの任務には市場価格のチェックと設定、私有財産や治安の問題の解決など多岐にわたりました。飼い犬は鎖でつながれてなければならず、路上には穴があってはいけません。またナイフや刀剣の販売は厳しく規制されていました。法律違反は隅から隅まで調査され、法廷で裁かれます。地元の人々は治安の良さに心から感謝し、納税者としてその費用を負担していました。黄金の砂時計があなたを15世紀の西アフリカへ連れて行きます。ここは損害帝国、西アフリカで最も大きな国の一つで、カディと呼ばれる警察は一流でした。重大な違反は残酷に罰せられたので、人々は法を犯すことを恐れました。カディとは国王によって任命された政府の役人。
彼らが誰を軍法会議にかけ、誰を少額の罰金に留めるかを決定しています。彼らは都市の秩序だけでなく、王の周辺の監視者でもありました。誰かが謀反を起こそうとしたり、支配者を転覆させようとしたりすると、カディはそれを突き止め、脅威を無力化するのです。突然暑さを感じます。しかし暑いのは灼熱の太陽が原因ではなく、そこら中が炎に包まれているから。あなたのいる建物は燃えていて、どうしていいかわかりません。その瞬間、二人の男が中に駆け込んできて、あなたを外に引っ張り出しました。命の恩人です。彼らはローマ帝国の警察、ビジレス。より正確に言うと、彼らは消防士でした。紀元前21年、ローマ皇帝は臣下に命じて、貴族や一般の貧しい人々の家の火事を消火させました。これに対して皇帝は賞賛を受け、ローマ初の公共消防隊を創設することにしたのです。ビジレスたちは通りをパトロールし、暑い気候やならず者によって引き起こされた火災を消火。やがてビジレスたちは秩序を守り、強盗を捕まえるようになっていきます。彼らは軽い鎧を身につけ、ムチと杖を携帯していました。救助に感謝を述べようとしたところで、砂時計があなたを別の時代へと連れて行ってしまいます。紀元前321年から185年まで続いたマウリヤ朝は、古代インド初の統一国家。二人の大男に捕まり、布で目隠しをされたあなたにはなすすべもありません。あなたは取り調べに連れて行かれます。この州のすべての都市には警察署長とゴップと呼ばれるチームがいました。彼らはすべての警察業務に加えて、皇帝のためのスパイ活動を行いました。スパイを探し、新しい訪問者を登録し、彼らを尾行するのも彼らの任務。通りをパトロールし、秩序を保ち、都市で起きていることをすべて把握していました。彼らに檻に入れられそうになったところで、あなたは彼らの手から逃れます。やっと21世紀に戻ってきました。砂時計の上の部分にはもう砂は残っていません。そこであなたは現代の警察がどのような反応を示すか確かめるために、軽い盗みでもしようかと考えます。しかしその時、砂時計が再び現れ、あなたを刑務所に落としてしまいます。そしてあなたは目を覚まします。時刻は夜。あなたはツタンカーメン王の墓に入ろうとしています。手にしているのは松明ではなく懐中電灯。階段を降りていくと、周囲の壁に書かれたヒエログリフが目に入ります。それは呪いの言葉でした。この墓から何かを持ち去った者には災いが訪れるだろう。信じるわけではありませんが、なんだか怖くなってきますね。たどり着いた先には大きな石の扉がありました。果たしてこれが罠なのでしょうか。開けても、その向こうにあるのは空っぽの部屋。地図を確かめますが、道は間違えていないはずです。なんだか何時間も迷宮の中に閉じ込められたかのような感覚があります。来た道を戻ろうとしても、さっき入った扉が見当たりません。ああ、もうおしまいだ。あなたは考えました。ファラオの罠にまんまと落ちてしまったのだ。なんて場面、ハリウッド映画でよく見ますよね。主人公が古代の遺跡の探検中に危険な罠に出くわすというもの。ええ、確かにエジプトの王家の墓がサソリや蛇、閉まる扉、転がるまん丸な岩といったトラップで探検家を脅かす場面は何度も見たことがあります。しかし、これらの罠は本当にあったのでしょうか。いきなりネタバレで申し訳ありませんが、実はこれ全部作り話なんです。さすがに古代の建築技術ではこれほどの規模のトラップを仕掛けることはできませんでした。とは言ったものの、じゃあ罠が全くなかったのかというと、そういうわけでもありません。エジプトやマヤといった古代文明は、亡くなった王の遺体を巨大なモニュメントに収める習慣を持っていました。建物は生前の王の意向を知らしめる役割を持っていたのです。ですから、当時の今でいうところの VIP たちは、自分たちの墓として大きな墓を作らせたわけです。死後の世界を信じていた文明では、生前に使用していたものが副葬品となることが普通でした。さすがに富と権力を欲しいままにしていた王の墓ですから、財宝でいっぱいにならないわけがありません。そんな中、仮にあなたがエジプト文明の一市民だったとしましょう。あなたは王の墓がどこにあるかをよく知っていますし、財宝が収められた部屋の噂も聞きつけています。そうなると、一度はちょっと入ってみたくなりますよね。何せ巨大な部屋が床から天井まで金細工でいっぱいになっているわけですから、そりゃあちょっとはねえ。王家の墓にはずっと門番を置いていくわけにもいきません。ですから、財宝を守るための工夫というものが求められました。
そこで登場したのがトラップです。よく使われた手としては空っぽのダミーの部屋がありました。これには墓泥棒を惑わす効果があったようです。例えばこちらのアメンホテプ3世の墓が恒例でしょう。場所はルクソールの西、有名な王家の谷です。ここで墓を発見したのは2人のフランス人技術者たち。1905年から1914年にかけて調査が行われ、墓には10以上の部屋があり、それぞれが長い回廊と急な階段でつながっていることが明らかになりました。王の間は奥に隠されており、初見の泥棒が到達しようとすると途中で何度も空っぽの部屋に遭遇するような仕組みになっていました。他に使われた手は奈落。墓に床に隠された深さ6メートルの縦穴を仕掛けておくというものです。見ず知らずの泥棒が入ってきた時にまんまと穴に落下する仕組みになっていました。奈落の他にも迷路のような回廊や隠し扉といった仕掛けも使用されています。少なくとも王の間に至るまでに時間を稼ぐような設計になっていたのです。奈落の底は毒蛇でいっぱいというイメージがありますが、仮に蛇が見つかったとしてもそれはたまたま外から入り込んだものに過ぎないでしょう。蛇は奈落の底で長くは生きられません。何年も餌なしで過ごせるわけではありませんからね。これも映画の脚色によるものです。なんだつまらないと思ったあなた、しかしメキシコにあるパレンケの赤い女王の墓はなかなかのトラップを持っていました。パレンケはマヤの中でも有力な都市の一つで、赤い女王は最後のマヤの王の祖母と考えられています。それほどの人物だったわけですから、作られた墓も一級品。1994年に発掘されたこの墓はそれ自体が大発見でした。最初に見つかったのは隠し扉の奥の部屋で、その奥に長い回廊が続いていました。そしてその先に女王の間があったといいます。そこに踏み入った探検家たちは、女王のミイラがそのまま安置されていたことに興奮を隠せませんでした。女王は真珠や翡翠など様々な宝石とともに安置されていました。しかしその部屋を調査した探検家たちはふとしたことに気づきました。部屋が謎の粉で赤く彩られていたのです。研究者たちはもともと赤という色がマヤの人々にとって重要な意味を持っているということを知っていました。服も建物も赤い色を持っていることが多かったのです。しかしどうして女王がこの赤い未知の粉とともに安置されていたかについては全くわかりません。持ち帰った粉を分析にかけたところ、この粉が猛毒の辰砂であることがわかりました。この粉を吸い込むと深刻な健康被害が発生するのです。探検家たちはおそらくはこの粉が墓泥棒に対する罠として仕掛けられていたものであるという結論を出しました。今のところこの粉が一番トラップらしいトラップかもしれませんね。しかし結局一番安上がりな方法は墓中を呪いの言葉で埋め尽くすことでした。現代人の私たちにとっては何かの冗談にしか聞こえないかもしれませんが、当時としてはこれほど効果のあるものもなかったのです。呪いの内容はほとんどの場合、墓から何かを取ったら災いが訪れるというもの。中には火事や洪水によって家を失うだろうと予言するものや、不治の病にかかるというものもあったようです。しかし結局のところ言葉程度では財宝を守りきることはできませんでした。この呪いは本物だったのではないかという噂もあります。その一つが有名なイギリス人エジプト研究家のハワード・カーターの逸話。彼は1920年代にツタンカーメンの墓を発見した人物で、何ヶ月にも及ぶ発掘作業の後にその遺跡を発見しています。地面から現れたのは階段に続く入り口。彼はその後その階段を塞いでいる砂を取り除かせ、その奥に扉を発見しました。扉には王家の紋章がいくつか刻まれていたのだといいます。カーターはこれを見た瞬間、ここが重要人物の墓であると確信しました。彼の勘は当たっていました。カーターはのみで扉の左上に穴を開けると、ろうそくで中を照らしました。するとそこには信じられない光景が広がっていました。反対側には金銀財宝や宝石に満たされた部屋があったのです。それは何千年も前に失われたツタンカーメンの墓でした。しかし物語はここで終わりません。墓を発見した人々は後にそれぞれが悲劇に見舞われていったのです。
まるでファラオの呪いがかかったかのように、カーター本人は墓の発見から数年後に他界、助手たちも呪いの言葉をなぞるかのように家を洪水で失いました。これらの出来事は墓の発見とは関係のない単なる偶然だという話もあります。皆さんはどう思いますか？呪いは本当にないのでしょうか？